話し方に抑揚がないというあなたへ。話し方に抑揚がない。特に中学を卒業するまでそう言われていたのは何を隠そう俺。好印象な話し方として代表されるものの一つが自然な抑揚のある話し方。俺の身近ではまさにこのセブで英語を学ぶ桑崎さんがそう。ただでさえ話し方が淡々としていて 英語など他の言葉と比べ、欲揚がなくとも会話できる日本語。英語でグローバルに友達を広げていくためにも、何より人としての魅力を上げていくためにも、話し方を磨いて表現豊かな会話ができるようになりたい。そのためのキーになる一つが、欲揚だ。和光で山中に通っていた頃の俺を思い返すと、感情表現がとても下手だったのがわかる。 友達とも昨日あったことなど淡々と事実を中心に話すという感じ。人は事実だけを会話の中心にすると感情が乗りづらい。またニュースなど事実の中でも他人事で感情が乗らない場合と自分の過去の恋愛や子供の頃の話題、家族、仕事の愚痴など感情と結びついた事実がある。校舎を語るとき言うのは話し方に抑揚が自然と出る。 へえ、なるほど。わー、すごい。こうした関東詞を意識して使ってみること。感情の乗ることを話題にし、感情を素直に言葉にしてみること。話し方を難しくあれこれ考えるよりも、こうしたシンプルなことだけで抑揚というのは自然につくもの。表情を変える。これも日本人が苦手とするところ。 先日もポールが日本人はポーカーフェイスだと言っていた。話し方を変えるときはノンバーバル、非言語を模視するわけにはいかない。何しろ言葉で伝わるのはたった7%だから。話に抑揚をつけたければ大げさなくらいの顔の表情を変えてみよう。驚いた顔、爆笑、相手に同情する悲しい顔、眉間にシワを寄せる。 言葉以上に相手に伝わるのがあなたの表情。言葉の間合いを取ること。話し方が下手でつまらないと思われる人の特徴は、声の高さを変えないから抑揚がないというより、言葉を棒読みのように続けて話しているということ。適度に言葉の間を取って話してみると、もともと声が低かろうがテンションが落ちてようが、相手は体、 屈せずに話を聞けるもの先日もシーサイドモールで一緒に遊んだ彼は自分のビジネスで多くのリーダーを率いているだけにコミュニケーションの様々なポイントを抑えている。例えば相手が遅れてきて怒りたいけど雰囲気を壊したくない場合。もう待ちくたびれてお腹が減りすぎて死にそうだよと可愛く怒りを表現する。会話が滑った時は 何この空気。自分を持ち上げるのも彼がよくあること。うーん、いい天気。まるで、俺のように爽やかだな。綺麗な女性に会った時は、大げさに表現。もしかして、ニコール・キットマンですか複数で話す時のコツは、大きな声で話すこと、発言数を増やすこと。人はこだわるもの。人、場所、物 活動、情報などに個人差があるから、そのタイプごとに話を振るようにする。まだまだ学びが多い。